こんにちは。今日の講義は書籍最新版初めての課長の教科書第3版です。この書籍は中間管理職としての課長に必要なスキルや心構え、戦略を学ぶための入門書として位置づけられています。著者の坂井丈氏は課長という役職の重要性を強調し、特に日本の企業文化における課長の役割を深く掘り下げています。2008年の初版以来、長年にわたり多くの読者に支持され、累計20万部を突破した名著です。新任の課長やマネジャーを目指す人々、さらには中間管理職を育成したい経営者にとって非常に有益な内容が詰まっています。本書は全体を通して課長の役割や必要なスキルについて詳細に説明しています。まず第1章では、課長とは何かという基本的な概念を解説し、課長になることで何が変わるのか、部長や経営者との違い、そしてモチベーション管理の重要性について触れています。課長は組織内での情報の伝達者であり、部下のモチベーションを高めることが最も重要な仕事であるとされています。次に第2章では、課長が持つべき8つの基本スキルについて詳しく説明されています。部下を守り安心させること、部下を褒めて方向性を明確にすること、叱って変化を促すことなど、具体的なスキルが挙げられています。これらのスキルは課長が部下と良好な関係を築き、チーム全体のパフォーマンスを向上させるために不可欠です。第3章では、課長が直面することになる3つの非合理なゲームについて議論しています。企業の成長を阻害する予算管理や、部下のモチベーションを下げかねない人事評価、社内政治など、課長がどのようにこれらの課題に対処すべきかが示されています。第4章では、避けることができない9つの問題について詳しく述べられています。問題社員の存在や、部下が辞めたいと言い出すこと、心の病を抱える部下の問題など、課長が日常的に直面する現実的な課題が取り上げられています。これらの問題に対処するための具体的なアプローチが提案されています。第5章では、課長のキャリア戦略について考察されています。自らの弱点を知り、英語力を身につけ、広い人的ネットワークを形成することの重要性が強調されています。また部長を目指すための戦略や起業を考えることについても触れられています。第6章では、現代の高齢化社会における課長の役割について新たに追加された章です。高齢化が企業の生産性に与える影響や、高齢者市場の可能性について考察されています。課長はこの変化にどう対応すべきかが問われています。最後に第7章では、活躍する課長が備えている5つの機能について説明されています。組織長としての正当性や、経営情報の翻訳、現場情報の翻訳、社内外との連携、部下育成と業務効率向上など、課長が果たすべき役割が具体的に示されています。このように本書は課長としての役割を深く理解し、実践的なスキルを身につけるための貴重なリソースです。新任の課長や、これから課長を目指す方々にとって非常に有益な内容が盛り込まれています。ぜひ手に取って実際の業務に役立てていただきたいと思います。本書の魅力の一つは、実際のビジネスシーンで役立つ具体的な事例や実践的なアドバイスが豊富に含まれている点です。著者は課長という役職が持つ特有の課題や責任を明確にし、それに対する解決策を提供しています。特に課長が直面する非合理なゲームや避けることができない問題についての章では、読者が共感できるような具体的なシナリオが描かれており、実際の職場での状況を想像しやすくなっています。また読者の声を反映した内容も本書の特徴です。実際に課長として働く人々から寄せられた感想や体験談が紹介されており、これにより本書が単なる理論書ではなく、実践的なガイドであることが強調されています。読者は他の管理職と同じような悩みや課題を抱えていることを知り、勇気づけられることでしょう。さらに本書では、課長が組織内で果たすべき役割が非常に重要であることが繰り返し強調されています。課長は部下と経営層との橋渡しをする役割を担い、情報の流通を円滑にすることが求められます。このため課長自身が持つべきコミュニケーションスキルやリーダーシップについても詳しく解説されています。特に部下をどうやって育成し、
モチベーションを高めるかという点に関しては、具体的な手法や考え方が提示されており、実際に役立つ内容となっています。また、課長が自身のキャリアを考える際の戦略についても深く掘り下げられています。自らの弱点を理解し、必要なスキルを身につけることが、今後のキャリアにどのように影響するのかを考察しています。特に、英語力の重要性や、人的ネットワークの形成がどのようにキャリアアップに寄与するかについての具体的なアドバイスは、多くの読者にとって非常に参考になるでしょう。さらに新章として追加された、人類史上かつてない高齢化を乗り越えるためにでは、現代の社会における高齢化の影響を受けた企業の在り方や、課長がどのようにこの変化に対応すべきかについて考察されています。この章は、今後のビジネス環境を見据えた非常に重要な視点を提供しており、課長としての役割を再確認させる内容となっています。このように、最新版、初めての課長の教科書第3版は、課長という役職の特性を深く理解し、実践的なスキルを身につけるための貴重なリソースです。新任の課長や、将来的に課長を目指す方々にとって、非常に有益な内容が盛り込まれており、ぜひ手に取って実際の業務に役立てていただきたいと思います。読者がこの本を通じて、自身の成長を促し、より良い課長としての道を歩んでいくことを期待しています。この書籍を読むことで、読者は課長としての役割をより深く理解できるようになります。課長というポジションは、組織の中で非常に重要な位置にあり、部下とのコミュニケーションや経営層との橋渡しをする役割を担っています。これを理解することで、読者は自分の仕事に対する自信を高め、より効果的に業務を進めることができるでしょう。また、具体的なスキルや実践的なアドバイスが豊富に含まれているため、読者は日常業務にすぐに活かせる知識を得ることができます。例えば、部下をどのように育成し、モチベーションを高めるかについての具体的な方法が示されているため、実際の職場での人間関係をより良好にする手助けとなります。これにより、チーム全体のパフォーマンスが向上し、より良い職場環境を作り出すことができるでしょう。さらに、課長として直面する様々な問題に対する具体的な対処法が示されているため、読者は不安を軽減し、冷静に問題解決に取り組むことができるようになります。特に、問題社員や部下が辞めたいと言い出す場面など、実際に起こりうるシナリオに基づいたアドバイスがあるため、読者は自分の状況に即した対策を考えることができます。この書籍を通じて、読者は自身のキャリアについても考えるきっかけを得ることができます。自分の弱点を理解し、必要なスキルを身につけることが、今後のキャリアにどのように影響するかを考えることで、将来の目標を明確にする手助けとなります。特に、英語力や人的ネットワークの形成についてのアドバイスは、国際的なビジネス環境での活躍を目指す読者にとって非常に役立つ情報となるでしょう。さらに、新章で取り上げられている高齢化社会における課長の役割についての考察は、現代のビジネス環境を理解する上で非常に重要です。これにより、読者は社会の変化に敏感になり、柔軟に対応する力を養うことができます。特に、これからの時代に求められるリーダーシップやマネジメントのスタイルについて考えるきっかけとなり、より広い視野を持つことができるようになります。このように、最新版、初めての課長の教科書第3版は、課長としての成長を促すための貴重なリソースです。読者はこの書籍を通じて、自身の役割を再確認し、実際の業務に役立つ知識を得ることができるでしょう。最終的には、より良いリーダーとしての道を歩むための力強いサポートとなることが期待されます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで、健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それが、ライザップ月下にコミットプライベートジムです。このジムでは、
専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライズアップでは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。